中国の五胡十六国時代や、南北朝時代を知っているか。三国志の後の時代のことよね。そうだ。この時代は中国史上最悪の時代と言ってもいい。中国の倫理観が崩壊したのはここから、と言われるほどだ。え、三国志とか史記でも、十分倫理観ぶっ壊れてる気がしたんですけど。あの時代はむしろ治安良い方だ。善人ではないにしろ、孔明みたいな善人が権力を持つこともあったしな。五胡十六国時代、南北朝時代は、統治者が殺人者になるのではなく、殺人者が統治者になっていたと言われるほどだ。表現が行々しすぎるわ。そんな時代において、突出した狂気を持つ、殺人鬼が皇帝となってしまったことがある。それが北朝北西の初代皇帝、文宣帝だ。ここまで言われたら恐怖しかないわね。ということで、今回は中国史上最悪の快楽殺人者である、文宣帝について解説していこう。ゆっくりしていってね。中国の南北朝時代は、日本の南北朝時代のように、二つの勢力が一国を分けて統治したものではない。河南では四つの王朝が、河北では五つの王朝の攻防があった乱世だ。田中良樹の本流という小説があるぐらいで、日本ではとてもマイナーな時代だな。本流は、勝利の戦い。南北朝時代に勝利で勃発した、北魏軍と南朝梁軍との戦いを舞台に、戦の陰に散った断層の霊人の秘伝を書いたものね。この時代は戦乱の経過が複雑すぎて理解するのが、難しいし、あらゆる残虐行為が行われたからだ。英雄もいたが、それよりもはるかに多くの、暴君と虐殺者が多かったんだぜ。滅びた王朝の皇族と家臣は殺し尽くされ、漢民族と北方諸民族はお互い民族を殲滅する虐殺を競った。原作が武論尊、作画が原哲夫の、北斗の拳のような時代だったと言われている。北斗の拳は世界的な核戦争によって文明と人々の、秩序が失われ、争いが繰り返されるという、最終戦争後の 199X 年が舞台の、暴力が支配する、弱肉強食の世界が舞台だったわね。主人公のケンシロウ的なヒーローが登場するのかしら。戦乱が続いた地獄の時代で、ケンシロウが登場するわけではない。三国時代を統一した秦がクソすぎて、たった50年で滅亡して再度乱世に逆戻りしたんだぜ。秦は、初代皇帝司馬遠の孫の代で滅亡しているわね。司馬遠が建国した秦は、五胡十六国時代の秦と区別するため、聖秦と呼ばれているので、この動画では聖秦で通すぜ。五胡十六国時代の次にやってくる地獄の南北朝時代の、中でも、ひときわ目立つ狂気の皇帝が即位したぜ。それが文宣帝だ、北朝、北西の初代皇帝で、姓は孔、異名は楊、字は子申、戦費名は孔二貫だぜ。その一族の始祖の出生地は、渤海郡経験とされている、王朝の創始者だから有能だったけど、執念深さと残忍さ、手乱が欠点だった。サディスティックな性格と酒の勢いで、進化を含めてたくさんの人々が殺害された。有能さと暴君的要素を併せ持った、二重面の魔性の人物なんだぜ。頭が良い暴君は本当に立ちが悪いわね。南北朝時代までの歴史を簡単に解説するぜ。三国時代、曹操、劉備、孫権亡き後も、三国定律は続いた。曹操の義では、しばしの台頭と内乱。劉備の職では、諸葛亮亡き後の人材不足と致命的な国力差。孫権の語では、後継者問題からお家騒動のグダグダ。それぞれ問題を抱えていた中、義が職を滅ぼし、精神が義から禅譲を受け、精神が義を滅ぼした。禅譲は、皇帝が地位を血縁者でない。徳のある人物に譲ることね。実際には、歴史上禅譲と称していても譲られる側が、強制して行われていることが多いぜ。ちなみに地位を、平和に譲ることを禅譲、無理やり奪うことを簒奪というわね。司馬遠は父、司馬昭の敷いた路線に従って、新王朝を創始したし、天下を取るまでは英君だったが、統一後は堕落していって、国家の基盤形成ができずに、秦が早く滅亡する原因になったんだぜ。暗愚な皇太子を残したことで外戚による戦王を許し、八王の乱の勃発を招いた。八王の乱は、精神の滅亡のきっかけを作った。皇族、しばし同士の内乱ね。内乱による混乱を見た郷土や帝族は、精神に反抗する勢力となっていったぜ。英華の乱と呼ばれる、異民族による反乱により、精神は滅亡したんだ。三国時代になると、平州や、紀州に異民族が住むようになったんだ。精神時代になると定住し始めた異民族は漢民族に、使われて農耕生活に従事する者も少なくなかった。チベットからも異民族が、領州に居住するようになったんだぜ。精神内部では異民族の出入りを厳しく制限せよと、提言する者もいたが、皇帝はこれを採用しなかったんだ。異民族を兵士として使っていたという話もあるわね。
304年、劉淵による前朝の建国からが、五胡十六国時代の始まりだ。前朝の最初の国号は漢だったけど、劉陽の時代に、朝に改めたため、漢朝、また劉朝とも呼ばれるわね。劉淵は前朝の初代皇帝で、父の前宇に次ぐ地位、祖父は前宇とされている。劉陽は前朝の第五代皇帝だ。清真は河南に逃れて、清真の皇族であった。司馬懿によって江南に東晋が建国されたのね。河北では、五胡、具体的には郷土、鮮卑、傑、帝、郷の、異民族と漢民族が16の王朝を建てたんだ。郷土は前朝、河、北陽。鮮卑族は前燕、後燕、南燕、南陽、清真。傑族は五朝。帝族は青函、前進、五陽。郷族は五神。漢民族が前陽、前義、西陽、北燕だ。まあさらっと流しておいてくれ。さらっと流しておくわ。実際は16国以外の国もあったようだ。439年、鮮卑の卓抜氏によって建国された北魏が、河北を統一して五胡十六国時代が終わったぜ。河南では悠々が東晋より禅譲を受けて、420年に宋を建国した。周代の諸侯国の宋や長教院が建てた宋などと、区別するために、帝室の西予漢氏流宋とも呼ばれるな。南北朝時代の始まりね。南北朝時代は、北魏が河北を統一した439年から、始まり、隋が中国を再び統一する589年までだ。南北朝の南朝の話は、今回の動画とは直接関係ないので、はしょることにするぜ。北魏は、鮮卑の習俗を守ろうとする勢力と、中国化を進めようとする勢力との争いが原因で、混乱が続いてたぜ。中国化派は道教を、鮮卑派は仏教を推していたんだ。30年ほどは中国化が優勢で、官僚の報酬、税制、地方行政などを中国スタイルにして、中央集権化していった。鮮卑族の名前を中国風に変え、官僚登用制度、貴族制度も、中国スタイルを採用しようとしたんだぜ。皇室の卓抜氏を原始としたのよね。これらに対して反発した鮮卑派は何度か反乱を起こし、また内乱状態に陥った。10年にわたって、北魏は内乱状態にあったんだぜ。今回の動画の主人公、文宣帝の父、高官によって、擁立された北魏最後の皇帝高武帝は、高官の先見を嫌って、漢中一帯を抑えていた勢力を頼って逃れた。高官はそれに代わって高政帝を擁立して、皇帝に即位させた。正義と道義の誕生ね。どちらも皇帝は傀儡で、事実上の実力者に地位を奪われ、早々に滅ぶんだがな。少者必滅、会社上理は世の習い。ここからは文宣帝を解説していくぜ。文宣帝、高陽は道義の謙信の高官の次男に生まれた。文宣帝の母が懐妊した時に、毎晩赤い光が、部屋を照らしたので不思議に思っていたそうだ。中国史にありがちなやつ。文宣帝が生まれた頃、まだ高官は貧しく、家も壁が立っているだけで何もなかった。一族はいつも寒さや飢えに怯える生活だったんだぜ。文宣帝はまだ話すことができなかったけど、突然、生きていけると言ったので母が驚いたそうだ。文宣帝は鱗のような皮膚で、くるぶしの膨らみが二重になっていて、遊び戯れること好まず、冷静沈着で度量が大きかった。文宣帝と子供たちが、宋に将来の自分の俸禄と官位を、尋ねたことがあるそうね。宋は文宣帝の順番になると、手を挙げて、点を指さすだけで何も言わなかったらしいわ。それを見た者は、文宣帝が特別な人間なんだろうと思ったみたい。高官はもともと反乱軍に参加していたが、後に東夷の朝廷軍に参加した。第9代高宗帝の代には貴族として仕え、内乱の平定に活躍して信州獅子に任じられた。獅子は地方長官ね。第10代、第11代皇帝にも仕え、内乱の中で高官は実力をつけていったんだぜ。高官は、皇帝を廃位して高武帝を擁立し、大丞相、大使、世襲帝州獅子にまでなった。高官の活躍に、他の重臣は不安を抱き高武帝と高官が、仲違いするように仕向けたんだ。高武帝は高官の盟友を味方に引き込もうとしたが、失敗して、殺害した。高官の報復を恐れた高武帝は、漢中に逃げて正義を建国したんだぜ。ちなみに、正義はわずか20年で滅んで、北州にとって代わられている。頼っていった先で、傀儡にされて三代で禅譲してるのね。北魏では、高官が高政帝を擁立したわけだが、歴史的には東夷唯一の皇帝ということになるな。高政帝を擁立から13年間、病死するまで高官は、正義と一心一体の戦いを続けた。文宣帝は高官の位をすぐに引き継げるわけではなかった。長男、校長、立派な風格と才智を備えた美男と評され、抜群な政治力を有し、苛烈な性格だったそうだ。三男、高春は成長すると、悪ふざけを好んで、
節度がなかったが、部下に注意されて、態度を改めて読書に勤しむようになり、豪快な性格で、狩猟を好み、聡明で情け深かったらしい。コナン、交友は8歳の時に字が下手なのを指摘されて、若くて大臣になったものの書が上手だったとは聞かない。人は才能が備わっているかどうかが大切で、筆跡を誇る必要はないと言ったので感心されたそうだ。6男、公園は北西の第三代皇帝になる人物だ。7男、高官は幼い頃から詳細を辞任し、高官も、この子は私に似ていると言って愛された。成長すると、力が強くなり細部は絶倫であったが、書物は好まず読んでもあらましを知るだけだったそうだ。9男、高官は北西の第四代皇帝になる人物だ。14男、高順は幼い頃高官に、我が家の千里の駒なりと評されたそうだ。兄弟が多く優秀な人物が多いのね。怪盗乱馬という故事成語を知っているか？怪盗乱馬を辰の役で、様々な問題を鮮やかに解決する例えね。アレキサンダー大王の、ゴルディアスの結び目と同じことね。文宣帝が幼い頃、高官が子供たちの才能を確かめようと、絡まったアサイトを与えて解くように課題を与えたんだ。他の息子たちは解くことができなかったが、文宣帝はその絡まった糸を刀で断ち切り、乱れたものは切らねばならないと答えたのが、語源なんだぜ。文宣帝も幼い頃から頭が切れたのね。また、息子それぞれに兵を配して四方へ出立させ、家臣に騎兵を率いて攻撃するふりをさせた。他の兄弟は恐れて屈服したが、文宣帝は兵を率いて、家臣と対峙したらしい。それどころか事情を説明する家臣を無視して、捕らえて高官に献上したぜ。文宣帝は武勇にも優れてたのね。校長と楊洋さんを通りかかった時に、文宣帝だけが、天門が開くところを見たが、他の者には見えなかった。文宣帝の頭脳は聡明で鋭敏だったが、容貌は醜く、内気で無口な陰キャキャラだったんだぜ。校長は文宣帝も富と高貴な地位を得たが、人相占いではこれをどう説明するのかと言っていたぜ。幼い頃は才覚が人に気づかれず、見た目は、暴用としていて兄弟や周りから笑われていたが、高官は文宣帝の才能を見抜いて、文宣帝の見識は自分より上だと言っていたようだ。高官の死去で、その後を継いだのは校長だった。校長は父、高官が死去しても、事実を隠して毛髪さなかったんだぜ。使徒が反乱を起こしたので、校長が鎮圧したが、使徒は南下して南朝領の武帝に帰順した。これを聞いた校長は闘技にいる使徒の妻と長男らを、謀反罪によって処刑したぜ。使徒は芝、司空と共に参考の一つで、人民の戸籍、教育、構成などを担当する要職ね。しかし、校長は奴隷に殺されてしまうんだ。いきなり急展開ね。南朝領との戦争で捕らえた人物がいたんだ。領の将軍の息子だったが、奴隷に落とされ、校長の家の厨房で働くこととなった。将軍は身代金を払って息子を取り戻そうとしたが、校長は許さなかったぜ。本人も自身の解放を校長に訴えたが、校長は漢中総統に命じて、奴隷に調剤を加えた。このエピソードで、校長も酒乱、サディスト説が、あるけどわからないところね。奴隷はこのことを恨んで、仲間の6人と共に、反乱の計画を練ったんだ。恨みを買ってたわけね。でも厨房で使うっていうのは無防備すぎない？この頃の校長の戦王はひどく、後世帝は校長を中殺しようと企てたが、校長はこれを未然に防ぎ、後世帝を幽閉して、共謀者たちをことごとく既に殺したほどだ。国内では敵なしの勢いだったので油断してたのかな？に殺したってお兄さんも結構ヤバい人だったのね。校長は後世帝から禅譲を受けようと、重臣と人事の密談をしており、他の側近や護衛たちを遠ざけていた。奴隷は食事を提供するときに、刀を盤に隠して校長に近づき、切りつけたんだぜ。校長は章の下に隠れたが、奴隷は章を引き剥がして殺したらしい。大臣たちは、傷を負ったがうまく逃げた者がいたぜ。漢中総統は料理人を率いた機器を持って立ち向かったが、奴隷たちに捕らえられた。文宣帝は事件を知ってすぐ現地に向かい、奴隷たちは文宣帝が率いる兵に相当されて全滅した。奴隷たちの遺体は文宣帝に切り刻まれ、その頭蓋骨は漆塗りにされたんだぜ。自ら切り刻むことないと思うけどそれが文宣帝なのね。ドクロに漆は織田信長もやってたわね。校長が殺害されると、後世帝は、校長の死は天皇位である、義の提出の権威は必ずや復興しようと言った。しかし、文宣帝が早々に事態を収拾して、兄の地盤を引き継ぐと、後世帝は真っ青になって、あの者もまた朕とは相入れぬ、朕の命も、いつまで持つであろうかと嘆いたらしいぜ。もう後世帝はビビっている感じね。兄の後を継いだ文宣帝は着実に地位を固め、後世帝により上昇とされ西欧に封じられたんだ。
文選帝は、傀儡でしかない後世帝の進化では満足せず、後世帝に禅譲を迫って帝位につき、北征を立てたぜ。禅譲といっても三奪みたいなものね。帝位を譲った後世帝は中山王に封じられて、一万個を与えられたんだぜ。しかし2年後には、文選帝は後世帝を毒手で殺害し、三人の子供も一緒に殺害している。後に義の喪失原始の一族はことごとく殺害され、後世帝の養母は暴かれることになるんだぜ。文選帝が闘技の皇族に漢が大毛に一度滅ぼされたのに、なぜまた再興されたのかと質問をしたら、納得した文選帝は闘技の皇族たちを、まとめて処刑して川に遺棄してしまったのよね。しばらくの間、魚の腹からは人間の指などが、見つかって人々は魚を食べなくなったのよね。北西書には文選帝の功績もたくさん記されているぜ。そこそこ名君だったの？文選帝は度量が大きく、物事の見方は沈着で鋭く、外見は柔和だが内面は剛毅で、果敢で決断力があった。役人の仕事を好んで行い、物事の始まりを観察すれば最後の結果までわかり、煩雑な事務を処理し、終日怠ることはなかったらしいぜ。帝位に就いた当初は政治に専念し、法によって下々を投与し、公正な道義を優先した。法規に違反するものがあると、親しい親戚や旧来の後進でも決して容赦しなかったぜ。内外ともに静かに収まったので、誰もが粛然とかしこまったそうだ。国家の大事に関わる計略については独断で決定し、その策謀はスケールが大きく深遠で、君主にふさわしい壮大な計り事を持っていたんだぜ。むちゃくちゃ名君みたいなんですけど、三方を北西、北州、秦に囲まれている上、異民族もまだ服従しないので、兵器を修繕し、士卒を選び訓練し、親衛隊となる一人で100人の敵と戦える戦士を、育てたんだぜ。戦争の度に、自ら矢面に立って、刃を交えても、ただ眼前の敵が少ないことを気にかけ、しばしば困難や危険を犯し、常に勝利を収めた。校長の死に乗じて、正義が攻め込んできた時、正義の将軍は北西軍の陣容の素晴らしさを見て、高官は死んでいなかったのかと言って退却したぜ。衆軍の削減と官僚の削減、加えて富国強兵政策を実施し、農業、煙鉄業、養業を中心にした経済を背景に、北西を短期間のうちに国家として成長させたんだぜ。軍事面では従前、吉丹、高句麗などを攻撃し、勢力範囲の拡大も実現している。まさしく名君としか言いようがないわ。建国から17年ほどすると、文選帝は、政務を顧みなくなり、私職に溺れていったんだぜ。球技の造営で10万の民を徴用するなど、奢侈を極めるようになり、民衆生活を圧迫した。文選帝は、自らは官化した戦費族なのに、劣等感を持っていたので、官民族の大量殺害をして、同胞である官化した戦費貴族の利益を維持したんだぜ。ここからは、暴走し狂い始める文選帝を解説するぜ。文選帝は自ら朝から晩まで、鼓を打って歌い踊りまくっていたらしいぜ。肌脱ぎで体をあらわにして、おしろいや、眉墨を塗ってザンバラ髪で異民族の服を着たり、様々なカビなき布の衣装を身につけたりしていた。これは派手好みといった程度ね。刃を抜き弓を引いて街中を遊走し、家臣や親戚の家にも昼夜問わず訪問したらしい。ラクダ、牛、ロバに乗るのに、鞍や靴はをつけなかったんだぜ。酷暑の真夏でも、玄関の真冬でも、日中に体を、剥き出しにして、衣を脱いで馬を疾走させていた。従者は耐えられなかったが、文選帝は平気だったらしい。これは気候という程度のものね。親戚、高官、近従を集め、陰頭な婦女を集めて、相手をさせて、朝夕問わず陰頭行為を見学していたぜ。趣味がいいとは言えないけど、ありがちな話ね。そろそろすごい奴が出てくるから、楽しみにしてほしいぜ。長いノコギリなど処刑道具を常に準備していて、両旅に戯れで人を殺したぜ。家臣は、宮殿の庭に死刑囚用の檻を作り、生贄にして、3ヶ月間殺されなかったら解放された。しかし、結局は囚人の数が足りないほど殺すので、容疑者も生贄にしていたらしい。戯れで殺すってどういうこと？文選帝が悪酔いしたので、母親が鞭を打ったんだ。すると文選帝はブチ切れて、なんだ？この婆さん、よそに嫁に出してしまうぞ。と叫び、謝って怪我をさせたぜ。酔いが覚めると過ちに気づいて深く後悔し、私は母上に言ってはならないことを言ってしまった。どうか罪深き私の背中を打ってほしい。打たなければ、殺すと、強引に進化に自分を杖で打たせ、自ら母に心の底から詫びたそうだ。立ちの悪い酔っ払いね。火の中に飛び込もうとしたとも言われてるわね。精神状態が悪化した文選帝は校長の妻の財産を奪い、校長は昔、我が妻を犯した。私はその仕返しをするのだと言って、
校長の妻を群衆の目の前で犯したんだ。文先帝は親戚や家族の女性たちに目の前で、無理やり交わらせた。さらに、クズをつなぎして、後世帝の叔母を馬乗りにさせて、人に引かせ、5人に命じて臣下の目の前で恥ずかしめたんだ。猜疑心の強い文先帝は張飛と高官のいとこの内通を疑って、張飛のいとこと姉を惨殺した。最後に張飛をも殺し、その骨で琵琶を作らせたんだ。女性系のエピソードも揃ってるわね。文先帝はたびたび還元を行ってきた三帝と、朝廷への、三大命令を拒否して逃げようとした七帝を牢に入れた。二人を入れた地下牢の鉄籠を文先帝は見に行って、地下牢の前で歌を歌い、二人も歌えと言ったんだぜ。二人は恐怖と悲痛で声が裏返って歌えなかったので、文先帝は悲しみを覚えて泣き出し、二人を許そうとした。しかし、宮廷が猛獣を穴から出すべきでしょうか。と進言すると、文先帝は黙ってうなずいたんだ。文先帝は三帝と七帝の信望の高さを恐れて、殺害を決意したんだぜ。文先帝は籠の中をめった刺しにさせ、さらに薪火を投げ込んで二人を焼き殺し、その上に石と土をかぶせた。後に遺体を掘り出すと、皮や髪はすべてなくなって、遺体の色は炭のようだったぜ。兄弟にも容赦ないわね。文先帝は金宝隊に巡行した時、多数の死刑囚を連れて、行って、足で編んだむしろをパラシュート代わりとして、台の上から身を投げるよう命じ、これを北条と、呼んで、死刑囚たちの転落死を見て楽しんだという。無事着地できた者は一生面倒を見るという話で、一人着地した囚人がいたんだぜ。しかし、結局牢に戻され餓死したそうだ。文先帝は34歳で崩御して、北西内部での混乱が一層強まっていったんだぜ。文先帝の後は誰が皇帝になったの？北西の第二代皇帝は光陰で、文先帝光陽の長男だ。聡明で学問に通じたが、父の文先帝には自分に似ていないとして疎まれたらしいぜ。文先帝が、光陰に囚人を切らせようとしたが、光陰は嫌がって切らなかったぜ。激怒した文先帝が光陰を鞭打つと、光陰は喫音となり、精神にも障害を負ったみたいだ。後継ぎを潰しちゃったのね。文先帝は死後に光陰に散脱されることを予感しており、死の間際にお前が息子の光陰から、帝位を散脱することは仕方がない。だがその命までは、奪わないでやってくれと言い残していたそうだ。でも、光陰は光陰を殺しちゃうのよね。光陰も息子の光白年が弟の光譚により、殺されることを恐れて、帝位を光譚に譲り、息子は殺さないように遺命を残して死去したが、光譚は9歳の光白年を殺しているんだぜ。文先帝の狂気が伝播してるみたいね。南北時代はヤバい奴ばかりだったんだよ。校長は家臣の妻を激しく養辱した上、自分の側室としたんだせ。皇譚は文先帝の皇后を養辱している。むちゃくちゃな時代だったのね。今回は北西を建国した文先帝を解説したぜ。馴染みのない人物だけどすごいサイコパスだったわね。皆殺しとか、養辱なんかは、日本史ではあまり聞かないからな。中国史には興味深いキャラクターがたくさん登場するわ。解説してほしいキャラクターは、コメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。